上次说了武器蒙古的料理ですね。今天我们来从北方北から一つずつ紹介しましょうね。那今天我们来说黑龙江。黑龙江日本語なんて黒龍江。黑龙江ね。黑龙江也很大、很冷、寒いところ。昨日ちょっとニュース見て一番北の方はマイナス50度になってる。人は全然出れない感じですね。もう。好的，那我们来说一下哈尔滨。哈尔滨的话，应该是冬だったら-30度になると思います。結構寒いです。でも家中には床暖房があるから、家中すごく暖かいですね。そう、外出たらいっぱい着るけど、家帰ったら本当ハワイの感じで、全部パンツとかシャツでも十分です。アイスクリーム食べながら、非常的舒服、快適です。那我们来说一下哈尔滨料理。当然，哈尔滨料理的话，北方嘛，肉料理はメインですね。所以第一个。我最喜欢的一番是今日も食べに行きますね，就是锅包肉，锅包肉，就是揚げ豚肉ですね。这个非常好吃，外はパサパサして肉、中に肉料理ですね，美味しいです。还有就是因为哈尔滨受到俄罗斯的影响，罗西亚呢影响されてるから，所以它有很多的罗西亚料理ですね。那有一个就是大礼包盘。很大的大きなパンですね。啊，私はまあ不是很喜欢ね。但是もし想尝一尝的话，可以去尝一下。还有就是哈尔滨有一个非常有名的冰棍儿啊，冰棍儿。これ ice ball。这个是当时是一个法国人 France 人呢 ，France 呢犹太人，犹太人。ユダニア人なんという犹太人ね、ここハルビンで作ったの、冰棍儿叫叫什么了的我忘了ちょっと調べた後送りますね什么蝶儿什么冰棍儿对那哈尔滨还有一个非常非常有名的就是哈尔滨红肠ソーセージですね一点はもう私も紹介してハルビンのソーセージです。这个也是受到ロシアとかヨーロッパの影響されてそのソーセージ作ります。这个哈尔滨红肠本当美味しいです。太好吃了。我非常喜欢。いろいろ味があります。オリジナル、あとガーリックね、あとブラックペッパーね。还有最好吃的就是。在黑龙江，黑龙江它有一个大兴安岭，森が大きな森あります。森の中にはいろいろね、野良の植物がありますので、最有名就是 mushroom 呢，蘑菇，野生蘑菇。那拿这种野生蘑菇 ，mushroom 啊，多分日本の mushroom ちょっと味、野良の mushroom 味がちょっと匂いが濃いですね、匂い。所以野生的蘑菇和小鸡儿，这个小鸡儿是我们叫。本地鸡就是山の中に走ってる鳥ですね。那小鸡儿炖蘑菇是哈尔滨非常有名的一道料理，一道菜，就是，哇，そのキノコマッシュルームの匂いとあと走ってる鳥の肉にちょっと酔ってちょっとこの料理作る小鸡炖蘑菇，哇，本当。美味しいです。特に冬の時、暖かいね、小鸡炖蘑菇食べたら幸せと感じしますね。这个是你一定要去哈尔滨要吃的小鸡炖蘑菇，而且非常健康 healthy ですね。好的，在东北也是在黑龙江的话，那很多肉料理ですね。我们北方人很喜欢吃肉。いろいろ肉料理がありますので、もうとりあえずそのこのいくつの料理を紹介します。那你去了哈尔滨，一定要感受一下哈尔滨的文化，还有就是因为哈尔滨和罗西亚のミックスのインターナショナルの雰囲気がありますので、你可以去那里吃俄罗斯菜、罗西亚料理も食べれますので、ぜひ行ってくださいね。好的，你了解了吗？再见。